シェフィールド市庁舎は、イギリスシェフィールドのバーカーズプール広場に存在する第2級イギリス指定建造物。シェフィールド市議会によって建造され、所有されているが、NPO 法人シェフィールドシティトラストにより99年間のリース契約の下管理されており、コンサートなどの会場として、シティトラスト参加法人のシェフィールドインターナショナルベニューによって運営されている。 1920年、建築家ヴィンセント・ハリスによって設計された。1929年6月27日に着工され、1932年9月22日にオープンした。もともと、1916年には、第一次世界大戦死者追悼のための記念ホールとして提案されていたが、数年の論争を経て、シェフィールド市の庁舎として建築された。 第二次世界大戦中に受けた爆撃の跡が現存している。2005年12500万ポンドをかけて視聴者とその周辺は改装・再開発された。巨大なポルチコを備えたた新古典主義建築である。オーバルホールは視聴者の中で最大のホールで収容人数は2271人。グランドウイリス3オルガンはシェフィールドで最大のパイプオルガンで 4000本以上のパイプを備えている。500人を収容するメモリアルホールとボールルームがある。1932年にメインホールが最初にオープンした際は4フィートの高さの石でできた重さ2.5トンのアールデコ様式のライオン像がステージの両側に立っていた。ライオン像は1962年に改修の一環として撤去されたものの、 2017年10月、建築85周年を祝し、視聴者のホワイエに戻された。ありがとうございます。